親がもうだいぶ年を取ってきたので家を改築して1階に住むって言い出したんですね、うん、で2階と3階が空くので誰かが来てくれたらいいなと思ったのがきっかけです。東京で絵本の翻訳などを手掛ける伏見美沙夫さん、向かっているのは両親が暮らす実家です。そう、本当そうなんですよ。だったら出さなきゃいいね。そう思いますよ、お前。ほんといてさ。父、伊佐夫さんと母、美恵子さん。伊佐夫さんは左半身不随。美恵子さんは交通事故の後遺症があります。そんな二人をサポートしているのは、お母さんも風邪でしょ。お母さんも風邪でしょ。扁桃速度だよ。今。アフリカ出身の難民申請者、ピエールさんです。喉にもいいんですか、これは。去年9月から伏見さんご夫婦と一緒に暮らし、生活のサポートをしています。今ではすっかり家族の一員です。しかし、ピエールさんは今、強制送還の危機に瀕しています。来月施行される新たな入管難民法により、難民申請を3回以上している人は、手続き中でも強制送還される恐れがあるのです。すでに3回却下されているピエールさんは、いつ母国に送還されてもおかしくない状況。伏見さんご夫婦は、ピエールさんに在留資格を与えてほしいと訴えます。もしかすると、ピエールは強制帰国の可能性があるかもしれない。そういうふうに言ったんですね。その瞬間ね、まるで、ね、漫画みたいにね、この人の顔がね、上から下まですーって変わりました。おお、すげえなと思ったです。その時、はい、お母様はどう感じたんですか？まあ、母国で精神科医を目指し学んでいたピエールさん、内戦の混乱で父親と息子の命が奪われたといいます。2004年から日本に来まして、戦争のこと、民族と政治の問題にあって、私のお父さん殺されて、もう息子も亡くなって、その大変なことにあってジンバブエに最初に逃げていて、ジンバブエから日本に逃げてきまして、ジンバブエでは難民認定もされましたが、その後情勢は悪化。生き残った家族とはバラバラになりました。日本に逃れてからは1年にわたり入管に収容された経験も。収容中はどんな生活というか、どんな気持ちで過ごしてましたか？あれは良くないね、刑務所だからね。フリーじゃないんだね、刑務所。よくない。現在は一時的に入管の外で暮らすことができる仮放免の状態です。働くことは禁止され、移動の自由も制限されています。そうですね、はい、はい先生。And pepper too. あと
これ足りるですね。OK。OK。普段からご飯作るときもこうやってコミュニケーションとか、もう一応自分が先生で、ピエールは生徒ですから。今何作ってるんですか。わあ、卵。伏見さんご夫婦にピエールさんとの同居を提案したのは、離れて暮らす娘のミサオさんでした。最初はウィシュマさんで、こんなことがあるのかって、で何かしたいなって思ったんだけど、ちょっと何していいかわからなくて、で一人だったらなんとかなるかなって思ったのと、いくら老人だって頼ってるばっかりでは嫌だろうし、で難民とか仮放免だから働けないだけで頼ってるのも嫌だろうし、だからこうできるところでなんか支え合ったらいいんじゃないかなって。そうか、はいはい、とにかく前例がないんで、その意味ではちょっと不安だったんですね。でも、ミサオから話を聞いて、ダメで、もともとなんで、じゃあやってみようか。会った時に、一言、こういうふうに言ったんですね。助け合わないか。もし、自分のことを助けてくれたらば、俺も、できることはやるよ。そういうふうに言ったんです。まっすぐ目を向いて二人でしゃべったんですね。ピエール君なしの生活ってちょっと考えられないです。お母様はどうですか。最初その話を聞いた時どんなお気持ちだったか。私は大賛成でした。実際一緒に暮らしてみていかがですか。うん、すごく優しくてね、いい人ですよね。で、その前は宅配で弁当を取ってました。とてもまずくて、とても高く、二人で協力して作ります。一食の10のうちに食が一番お金がかかると思ったんですね。で、結果論から言うと、食費は半分に減りました。あ、もともとそのお二人だけで住んでる時よりも半分に減った。はい、半分に減りました。しかも美味しくて、すべてがうまくいっています。そうですね。先生。こういう身ですから、トイレのことはなんかもう不自由するんですね。手伝ってくれも。かってこっちの方が気兼ねしていいからいいから。ピエールはだって家族じゃないか。何でも、そんな何かもいいからいいからとか言わないで。これって昔の日本じゃないかと思いました。だって年を取ったお父さんの下の世話をするのはそれはごく当たり前じゃないか。でもし下の世話をしなかったら、だってそれは良くないよ。それ聞いた時はさすがにびっくりしました。どうしてそう言ったんですか。 From first meeting I feel the love of a father to me。 あのお父さんは亡くなったけどファミリーもないし、その後あの最初はお父さんに会って、そのなんか新しいお父さん
まあ、心の中入ったけど。ああ、そう。そうそう、それ。この人お母さんも、お母さんもですよ。お母さんもですね、うん。それは一番。Most of the time, I just feel instant. この instant? うん。普段から本能的だって。うん。だから本能だって言ってます。うん。そうですか。うん、ごめんね、聞かないでくれ。いや、私の部屋です。部屋がね、できた時はどんな気持ちでしたか？嬉しい、嬉しかったです。部屋がいい感じで、新しい家族もあって、それでベッドもあるし、うん、平和、すごい、戦争なし。ピエールさんがこれからも日本で暮らせるように。在留資格を求める嘆願書には2500を超える署名が集まりました。一人一人に向けてピエールさんは手紙を綴りました。心から感謝します。神が皆様を祝福してくださいますように。神があなたの心の願いを叶えてくださいますように。2週間後の来月10日、新たな入管難民法が施行されます。もし日本を出ていかなきゃいけなくなったらどうなってしまうんですか？それは大変ですね。それは大変です。うん、ね、考えたくないです。うん、もうすぐ眠らなくなっちゃう。そういうのを考えた、うん、家族になりたい、その思いからピエールさんと伏見さんご夫婦は今養子縁組の手続きを進めています。何を今一番日本人に伝えたいですか？うん、大好き。かわいいですね。感動しましたね。